ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。ここ最近マサルは勉強にも役立つだろうということで、さまざまなマスキングテープを購入しています。今回もまた新しいものを購入しましたのでご紹介したいと思います。今回購入したのはこちら、割と太めのモデルになります。以前もお伝えしました、この白いマットホワイトのマスキングテープと同じく、カモイ加工紙というところから販売されているマスキングテープになります。そして今回のマスキングテープは少し特殊なプロ写真家向けという製品になっています。本来ならば写真撮影の機材などを仮止めするために使うモデルではありますが、こちらも普通のマスキングテープとして使えるのではないかということ。そしてカモイ加工紙の製品は割とテープ幅が15ミリの幅、こういったものが多かったんですが、今回は25ミリ幅、こちらが販売されてましたので、こちらを購入しました。では開封してどういったものなのか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まず最初手に持った感じとしましては、かなり表面が凹凸があるようです。これまで使っていたものは完全にフラットでしたが、凹凸があります。実際に剥がしてみますと、こんな感じ。幅が25ミリということで、かなり幅広で、もしこれを付箋代わりに使うとするならば、たくさんの情報を書き込みやすいというテープになっています。ちなみに上側に貼っていますのが、もうすでに先行して購入していました15ミリ幅となります。まずは油性ボールペンの書き心地、15ミリ幅のものはこんな感じ、そしてこちら25ミリ幅のものはこんな感じということで、どちらも油性ボールペンとの相性は全く問題ないようです。そしてこの種のマスキングテープ、テキストなどに貼る際に重要になってきますのが、下に書かれた文字をある程度隠すことができるか、修正テープ的な使い方をすることがあるので、そういったことがちゃんとできるのかどうかというところも検証してみます。まずこのように紙の上に何か文字を書いておきます。文字というか線を引いていますが、この上から今回購入したマスキングテープ、そしてすでに先行して購入していたこちらの15ミリのマスキングテープ、それぞれを貼った時どのぐらい下に書かれている線を隠すことができるのか、そちらも検証してみたいと思います。ではまずは15ミリ幅のものから試してみます。15ミリ幅のものをこの上に貼るとこんな感じ。これはこれでやはり比較的この種のマスキングテープの中ではしっかりと隠すことができる方なんですが、それでもやはり付箋テープではありませんので下地が透けてしまいます。一方今回購入したこちらのモデルはどうかと言いますと、こちらはこんな感じ、下に書かれている線は同じぐらい隠せるというか、やはりどちらもマスキングテープということで完全に隠すことはできなくなっています。そしてこのように両方並べてみますと、今回購入したモデル、ホワイトとはいえややクリーム色に近いようなカラーです。ちなみに上からもう一枚貼ってみますとこんな感じ。なぜ二重に貼るかと言いますと、どちらの方が下に書かれている線を隠すことができるか比較するためにもう一枚重ね貼りしてみます。そうしますとこんな感じ、2枚貼ってみますと明らかのように、今回購入したモデルの方がややテープの濃さ、テープの厚さが少しあるのか、下に書かれている線をより隠すことができます。一方15ミリ幅の方はやはり少しテープ幅、テープの厚さが薄いのか、下に書かれている線はどうしても2枚重ね貼りしても隠すことができないというところがあるようです。ですので修正テープ代わりに使うならば、こちらの25ミリ幅、こちらの方が使いやすいと言えます。とはいえ今回購入して意外だったのは、この
プロ写真家向けと言われているマスキングテープ、こちらはやはりどうも何か文房具として使うことを想定しているのではなく、あくまで撮影機材などを仮止めするためのものというところもあるせいか、どうしてもテープの表面に凹凸がありますので、マサルのように付箋代わりに使うという方の場合はこのテープはあまり買わない方がいいのかもしれません。とりあえずたくさんのメモを書き込みたいという場合は幅が 25mm ありますので、こちらを買っても問題ないかと思いますが、綺麗にノートに貼り付けたいという方の場合は表面の凹凸も少ない、以前から購入していますこちらの MT マットホワイト、こちらの方がいいかと思います。どちらも同じカモイ加工製の製品ではありますが、そもそも用途が違うため、同じマスキングテープといえども少し表面の質感が違ったり厚みが違ったりというところがあるようです。とにかくたくさん何かを書き込みたいという方、そして本来の撮影機材を仮止めするために使いたいという方の場合は、たくさんのボリュームですしコスパもいいということで、こちらのプロ向けのものを買ったらいいですし、まあ、そのように文房具的な使い方をするのがいいという方は引き続きこちらの 15mm のマットホワイト、これがいいかと思います。ということで今回はまたマスキングテープを購入しましたので開封してご紹介しました。なお今回ご紹介しました各マスキングテープ販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。もし興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。